中国国際電子代、または中国環球電子網とは中国の国営メディアである中国中央電子代が所有、運営する多言語、テレビチャンネルのテレビネットワークである。QCCTV インターナショナルの下記6つの、非中国語、テレビチャンネルはすべて CGTN を関した名称に変更するため、2016年12月31日の GMT の午前4時に同時にリブランドされた。ただし、中国語の国際チャンネル CCTV-4 は、このブランド変更の対象外となっている。2018年に、米国司法省は、中国の共産党による宣伝活動などに対応するため、国営 CGTN を外国代理人登録法に基づく、外国のエージェントとして登録するよう命じた。 2019年、イギリスのオフコムは CGTN が2019年香港民主化デモ報道について中国の視点に偏った報道をしているとして調査を開始すると明らかにした。後に運営企業が不当に免許を保有している状態であることが判明したとして2021年2月に CGTN の放送免許を取り消したことを発表した。 中国国際放送日本語放送のウェブサイト及び YouTube サイトから提供されていた映像ニュース、中国ニュースが2020年10月12日より CGTN 日本語ニュースとして衣替え。ありがとうございます。